どうも、どうルるです。はい、ということで、え今日のですね、ちょっとクラクラをやっていく前にお話をしていきたいと思います。真面目な話です。で、えっと、何について話していくかっていうと、実はね、私、昨日生放送を行ったんですが、えその生放送のコメント欄が、まあ、絶賛炎上中でございます。うん。まあ、炎上っていう言葉が正しいことかわからないけど、えー、かなり叩かれております。はい。で、それについてね、え今日はちょっと話していきたいなと思っております。 でまあ、経緯を知らない方もたくさんいらっしゃると思うので、まあ、簡単に説明させていただくと昨日の生放送っていうのがねえ実はドズ主プロジェクトっていうプロジェクトの一環で、えー、お送りした放送となっておりますでこのドズ主プロジェクトってそもそも何っていう方のためにあの簡単に説明させていただくと私ドズルね専業 YouTuber に今月からなりましたで専業 YouTuber 今まで、ね、本職と両立してやっていったんですけれども まあその本気でね、YouTube に取り組みたい、今の活動をもっともっと頑張りたいっていうところで、まあ、YouTube の世界に身を投げるじゃないけど、まあ、専業でやっていくことを決めました。で それに対して、う他のね専業 YouTuber さんだったりとかまあそのいろんな方の話を聞くに YouTuber ってすごい、私もね何年もやってると分かるんですけれども収益が本当に安定しないんですよね、収入が。で、例えばその同じ再生時間、同じ再生数取った月でもその収益が極端な話、半分になったりだとか、普通にある話で,でなんでそんなことが起きるかっていうのもまあ詳しくはね、いろいろあるんですけど、例えば為替の影響だったりとか、広告単価が 変わったりだといろいろあるんですけれどもすごい不安定なお仕事なわけですよ YouTuber っていうのが。で他の YouTuber さんがどのようにこう収益を安定させてるかっていうと、まあ、例えばグッズを販売してね、えー、と生計を立ててる人もいらっしゃいますしで中にはそのなんだろうタイアップ動画って言って、まあ、そのアプリとかゲームとかを紹介して。 えーとユーザーさんに紹介してそれでこう収益を安定させてる方もたくさんいらっしゃいます。あと残りはこうバイトをしながらとか仕事をしながら両立しながらやっていく YouTuber さんもいらっしゃるんですけれども私どズルがこう専業 YouTuber でやっていくって決めた時にその何て言うんだろうな。の活動にせっかく え全力で頑張れって決めたのに、まあ、バイトとかをね、えー、しながらやるっていうのはま美しくないとか今までと変わんないじゃんってなったら嫌なので、まあ、それは選択肢としてはなくてじゃあタイアップとかグッズ販売について考えてみた時にそのタイアップって、まあ、その 本当に紹介したいものを紹介するタイアップは私受けていきたいなと思ってるんですけれどもやっぱりね、生活していかないといけない上でどうしてもその専業 YouTuber になってそのタイアップをどんどん受けてその収益安定させようと思ったら自分が面白くないと思ってるものを紹介しないといけないこともあったりだとかえあとはこうね ままあ、いわゆるクソゲーをみんなに面白いよって言って紹介するしてる YouTuber さんっているじゃないですか、まあ、誰とは言わないですけどいると私は思っていて、まあ、そういったことを私はしたくないなって思ったんですね単純になんでかっていうとやっぱりせっかく自分のことを応援してくださってる方だったりとか見てくださってる視聴者さんに対して失礼に当たると私は思ってなんていうんだろうその自分が面白くないと思うものを紹介するのは失礼だなって思うし、まあ、そういったことはやりたくないなって思ったから、えー、違う方法でやろうと決めました で、それも私なりの答えが、ドズヌシプロジェクトっていうプロジェクトで、まあ、どういったことかっていうのは、詳しい動画はね、そのドズヌシプロジェクトを説明している動画を下の概要欄に貼っておくので、まあ、そちらを見ていただきたいんですが、まあ、簡単に説明するとその、スポンサーを募集しますと、ドズルのスポンサーを募集して、そのドズルの活動に対してね、支援してくれる。 方を募集して、まあそういった方にさらにね、えー、お返しできるコンテンツをまあ提供したりしていきたいなという感じでございます。で、この活動ドズルシプロジェクトの大前提としては、こう YouTube 活動、うん、その YouTube 活動を本来私はすごい頑張りたいという中で、そのドズルシプロジェクトばっかりにねこう力をかけていって、こっちがおろそかに YouTube がおろそかになるっていうのは絶対に。 しませんとで実際に私は今の YouTube 活動にかけている時間っていうのが、まあ、以前よりもかなりこう時間も そししてててパワーも、ね、えかけて活動しております、まあ、今までこうやりたくてもやれなかったスプラトゥーンだったりとかニアオートマタとかドンキーコングとかも本当にねずっとやりたいやりたいって言ってたんですけれどもなかなか時間がなくてねえそういった長時間放送えできなくて、まあ、こ,のこのゴールデンウィークでかなえこのゴールデンウィークですることができたんですけれども、まあ、そういった、ね、え新しい YouTube のチャレンジだったりとか あとは、クラクラクラロワとか、今までやってきたゲームの動画作りだったりっていうのを、今後もね、時間をかけて、パワーをかけて、情熱をかけてね、頑張っていきたいと思っている中で、その昨日の放送の叩かれた原因としては、前半の生放送、前半の生放送が YouTube ライブだったんですね。で、後半の生放送がドズぬし限定コンテンツだった。これが、すごいこう叩かれている、たくさんの原因になっているかなと思っております。 でそれに関して私の意見を述べさせていただくとす、ごめんなさい、すごい長くなっちゃって、あの、何て言うんだろう、すごい話長いなって感じてる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、まあ、しっかり話していきたいのでえ、話させていただくと、その、前半の YouTube と後半のドズン氏限定放送っていうのは、形としてはすごい良くないなと、私も改めて実感しました。で えっとすごいね率直な意見を述べさせていただくと YouTube で昨日叩かれたことが自分にとってすごいプラスだなと私は思っていてそのプラスっていうのはその叩かれてやったじゃなくて。 みんながこう思ってることをコメントしてくれたりとかグッドバッド評価を、ねえー、とつけてくれることによってそのしっかりみんなにフィードバックをもらってるというか、まあ、みんなの意見を聞いて私が取り入れて今後の活動に生かしていけるっていうこの YouTube っていう、ねえー、と環境がすごいいいなっていうのを改めて実感いたしました。 で昨日のやっぱやり方っていうのがその一番最初に言ったように私はこうタイアップをやらない理由、まあ、タイアップやってるんですけれどもその全部いろんなタイアップを受けない理由としてはそのユーザーさんにとって YouTube を見てくださって応援してくださってる方にとってためにならないタイアップをしたくないっていう理由で私はこうタイアップをかなりこう厳選してるんですけれどもまあそういったところのこう昨日の放送はこう 全てがそれになってないよねっていうところで叩かれたんだと私は認識しております。で、今後はそういったことは、えー、とやっていきたくないなとも思ってます。な、なんだろう。すごい話が長くなっちゃったので、まあ、簡単にまとめると、あの昨日、そのいろんな批判コメントをいただいて、私すごい感謝していて、まあ、今後のね、活動に活かしていきたいなと思ってますっていうのが、まあ、すごい長くなっちゃったんですけれども <laughs>、結論です。 まあでも最近ドズルつまらなくなったなってコメントがたくさんあったんですけれども、まそれに関してはね、もう頑張るとしか言いようがないので <laughs>、まあ頑張っていきたいなという感じでございます。まあちょっとね、最近こう生放送とかコラボが多かったので、まあちょっとね、初心に戻る気持ちでも、またちょっと、 こう一人でゲームしながら、まあこう、いろんな動画をね、提供っていうかその、いろんな動画を皆さんにお届けできたらいいなと思っておりますので、まあ、今後もよろしくお願いいたしますという、まあ、すごい長くなっちゃいましたが、こんな感じでございます。はい、ということで、<laughs> すげえ長くなった。想像の10倍ぐらい長くなった。あ、10倍よそだな。想像の 3, 3、4倍長くなってしまったんですけれども、やっていきたいと思います。でね、最近クラクラがちょっと、あのタウンホール11にこの前の生放送で上げて、でアップデートがね、 来るみたいでこの実は壊れた船っていうのこの調査するボタンを押すと動画に飛んでしまうので、まあ、皆さんね、ね見てない方はぜひ見ていただきたいんですが昨日またなんか新しい動画が公開されましたがキャプテン日記その1っていう新天地で待つのは待つのは新しい可能性新たな可能性っていう動画が公開されて、まあ、この動画ね見てない方は見ていただきたいんですけれどもなんかホグライダーが新しい大陸にこう移動している動画なんですね。でホグライダーが 俺は次の大陸では新しい自分に生まれ変わるんだみたいな名前が変わって誰々と名乗ろうみたいなことを言ってるんですね。これ何なんだろうよくわかんないんですけれどもワンチャンね、この前動画のコメントについてたんですけれどもこのクラクラとクラロワがつながるとか。 これ熱いですよね。クラクラとクラロワの世界が繋がって、例えばクラクラからユニットを送り出したら、クラロワのカードとして寄付されるとか、クラロワの新しいミニゲームで遊べるとか、そういった感じなのか、もしくは、全く新しいゲーム、 ゲームわかんない。なんだろう。ソホグライダーがね、新たな自分を見つけようみたいなことを言ってるわけですよ、この動画で。これが、その何かを示唆、新しいアップデートの情報を示唆しているのかどうかはちょっとわかりかねるんですけれども、またね、えちょっと最新情報が出ればえお送りしていきたいと思います。はい、ということで、じゃあ今日もオゴルガゴやって終わりにしましょうか。あのね、今、私がタウンホール11でできる戦術がオゴルガゴって言って、えっ、ー、と、ラバハウンドとバルーンとガーゴイルで、えー、相手の、そのなんだろう、う 村を俊足、まあ、でねやっつけていくっていう戦術を習得しておりますそろそろちょっと新しいバルクロ、えー、バルーンにクローンをかけていく戦術だったりとかあとボーブリッドっていう戦術がすごいこうオーソドックスなんですけれども、まあ、ボーラーと、えー、ハイブリッドをかけたね、えー、ボーブリッドもちょっと練習していきたいなっていう感じなんですけど、まあ、ちょっとでクラクラもクラローも本当頑張っていこうよしあここ行きましょうか タンホール11だけど、結構あれがありますね、資源が。ちょっと壁を、ね、塗っていかないと壁がむちゃくちゃ弱いんで、どうしようもない。あー、これも悩むな、相手のアーチャークイーンはいないんで、最初のヒーロー部隊でどこを削っていくかすごいポイントになってくるんですが、うわー、ちょっと外から、外からちょっとね、あれですね、空施設を壊せるところがないので、ここからいきましょうか。 ここからアーチャークイーンとバーバリアンキング入れてうーん悩むなーこれイーグルフォー先に処理したいんですけれどもあのインフェルノターンまで持つかなーちょっと不安しかないですが行ってみたいと思いますまずはヘイストをかけてヘイストで道を作ってから道を作ってからラバーハウンドからのバルーンです行きますあアーチャークイーンやられてるやばいラバーハウンドからのバルーンあやばい ラバハウンドからのバルーン出して、ヘイスト出して、相手に軍何ガブル出そう。ああしまった、しまった。やばい、やばい、やばい、ちょ待って。カオスすぎる、カオスすぎる。攻めが雑すぎると定評のある、ドズルさん。さあ、どうだああ、これちょ、超、調子ったな。動画にしたくないまであるけど、さっき、ちゃんと真面目な話したから、<laughs> 真面目な話したから、これは動画にせざるを得ない。 さあ,どうだあーちょっとごめん、本当ごめん、本当ごめん <laughs> ガーゴイルが下手すぎたな、いや、ガーゴイルっていうか、グランドオーデンの特殊能力を、その、なんだろう、タイミング、むちゃくちゃミス,ミスりましたね。ってかね、結構、タウンホール10と11で、こう攻撃ってね、あんまり変わらないんですよね、まあ、もちろんユニットレベルとかちょっと高くなっているものの、あちょっと待って、これ、ワンチャン星にあるな。OK、OK、OK。 あ、てか、グランドオーデン、今日、あれだったんだ。陸だったんだ。あの、空設定、え違う、空かあ、でも、こいつらが来てないってことは、陸設定だったのか。このゴルカゴするときね、グランドオーデン、空設定にしとかないといけないんですよね。グランドオーデン、実は、陸と空モードがあって、空にしとかないといけないのが、空になってなかったのか。なるほど、なるほど。グランドオーデンとね、あと、援軍の呪文以外は、基本タウンホール10の枠なんで、 グランドオーデンの特殊能力がいかにこう、重要かっていうのがわかりますよね。いや、この攻めはね、完璧にパニックった <laughs>。動揺してしまったけど。いや、まぁちょっとね、今後タウンホール11の攻めも本当にやっていきましょう。あの、いろいろ勉強して、またちょっとタウンホール11の方とか、タウンホール10でね、タウンホール11に上げようと迷っている方に、少しでもタウンホール11面白そうだなって思ってもらえるようなえ動画もね、撮っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 はい、ということで、じゃあ今日の動画はこんな感じで、まあ、かなりのパートが、えー、語りパートになってしまったんですけれども、まあなんか本当に、あのー、きれいごというじゃないですけれども、その、なんて言うんだろう、YouTube ってすごいいいですよね、そのコメントだったり、グッドバッドボタンっていうので、皆さんの声が直接見れたりとか、えー、お返事できたりっていうのがすごくいいし、私はね、その YouTuber さんによっては、その、なんて言うの、批判コメをこう消していったりとか、 えー、あと、批判がついたコメ動画を、その動画自体を消したりとか、グッドバットできないようにする人も中にはいらっしゃるんですけれども、私はそういったことはしたくないので、まあ、皆さんの声をね、真摯に受け止めて、今後の活動につな、えー、げていきたいなと思っております。はい、ということで、えー、今日の動画、ああ、攻めがちょっと下手くそだったのかな、かっこ悪いな、すごいいいこと、いいことっていうかその、皆さんに真摯に答えますみたいなことを言っといて、攻めが下手だったのが、すごい私的には心残りですが、 今日の動画はこんな感じで終わりたいと思います。<laughs> ということで、えー、今日の動画はこんな感じでまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ